経営の目的を人づくりとし、永続をそのための目標とする。経営者が学ぶ真の王道の学問、同系一体の経営。第百四十二講義、五エスオアシスほうれん草、その二。皆さん、こんにちは。同系一体の経営とは、道徳と経済はもともと一体であり。それを支える元は人であり、その人の品性である。 という永続を考える経営者が学び、実践してきた。日本本来の経営の方法です。この講義は、その同系一体の経営と思想を。テキスト、同系一体経営言論をもとにして学ぶ。音声による講義です。解説をいたします。M. B. I. 講師の久保山です。今日も共に学んでまいりましょう。さて、本日は六百二十七ページ。 労働問題の道徳的解決という項目について共に学びたいと思います。さてこの労働問題という言葉が出た時に先日講義いたしました、ね、講義内容ですねちょうどこの前のページです。人材マネジメントの方法「今日的課題」というね項目について 十,十何ページという内容をね、講義させていただきましたけれども、これですね、人材マネジメントの今日的課題、その中で、例えばハラスメント,メントの問題であるとかね、外国人雇用の問題であるとか、同一労働、同一賃金の問題であるとか、はたまたいわゆるうつ病問題、メンタル、メンタルケア、このね、 この辺りについて経営者がどのように取り組むのかということが今日的課題だ人材のマネジメントをするにおいてね教育をするにしても組織を作っていくにしてもここが非常に重要なね法律の強制、ここにおいてね法律と共に付き合っていくということがね大事だよという話がありましたさて今日の話はですねちょっと違うんですね 今日の話は労働問題の道徳的解決としてテーマに挙げているのがこの同家一体を提唱した広池竹郎が生きていた時代大正及び昭和の初期ですねこの時代の労働問題をどのように広池竹郎が考えていたのかということをヒントに現在の我々経営者が同家一体のね経営を実行していくにあたって 実践していくにあたってのヒントをそこから学ぼうではありませんかという内容です。さて内容こういうことですね。広池一郎在世時のね大正期および昭和の初期には日本では階級闘争的な様相を帯びた労働葬儀が各地で頻発。さあこれどういうことでしょうね。ちょっとねインターネットでね拾ったあの画像をねお見せしますけど。 階級闘争ってどういうういことでしょうねつまりね資本家側と労働者側がその労働者側の方の劣悪な労働環境に対してね徒党を組んでそして経営者側に対してねさまざまな要求を突きつける。ね。労働条件を向上させるための。 かあの活動のすべてこれが労働葬儀って言うんですけどねあの今ではね想像できないとは思いますけれども、ね、鉄の棒とかねいわゆる下馬棒って言うんですけどねそういったものを持ったりねヘルメットかぶったりしてそしてストライキあの仕事をね全員でねボイコットしてそして 経営者側に対して自分たちの、ね、労働環境を改善しようというようなねそういうね戦い争いがね勃発してもうそれが全国でね新聞等々に取り上げられてそれがブームのように広がっていく時代があったんですね。でそれに関して広池築郎が非常にそれを深刻に関心を寄せていたというふうな始まりが始まりから入るんですここですね。 さてその時に広池築郎が労働問題をどう見ていたかですよね同系一体を提唱した結論から言いましょう結論から言うとこの約また今回も10ページ近い内容なんですけどねこの中に書いてあるのは結論的に言うとまずはですよまずは経営者がまず自ら確信をねこのこの同慶一体 同系一体にね確信を持って自らの品性を高めそして道徳的精神をね培ってそしてついでついに次に従業員たちみんなのね品性向上で人づくりをしていかない限りこの労働問題というのの根本的解決にはならないんだというのが結論なんですね。これまでこの同系一体経営言論で学び続けてきた内容ですよね。道徳の向上 道徳的解決、ね、この628ページにも書いてありますけどね労働問題の解決には労使つまり経営者側そして働く側双方の道徳心をもとにして、ね、解決していかなければいけないんだということが書いておりそして資本家の側そのためには資本家側つまり経営者側社長自らが初めにねその最高度の道徳的な精神を作って ついで、労働者を道徳的に感化して問題の解決に当たる必要がありますとこう書いてあるわけですよ。さて、じゃあその道徳的に感化するとか、道徳的な精神ってどういうことなのかということがね、この文章だけではわかりませんよね。つまりね、この同経一体経営言論を、まず、全部、全部ですよ。 ねえきちっとね読み込んでいかなければこの同系一体の経営のスタートラインにすら立てないっていうことですよねあのー、経営のね確信を得るっていうのだからここに書いてあるの確信を得るっていうのはね確信っていうのは固く信じて疑わないことですよつまりね社長自身が経営という立場に社長自身がというよりね社長という立場に立った人といった方が正確じゃないでしょうかね後継者であろうが例えば外からね 外からね、採用されたね、サラリーマン経営職というような立ち位置の人であろうが、ね、どんな人であろうと代表取締役社長ということをなに立った時には、社長、5年後、10年後、この会社をどのようにするんですかということにね、真っ正面から取り組む必要がありますよね。じゃあその時にどうでもいいんですよ。何でもいいんです。どうでもいいというのはね、自分自身が信じ学び、 進めていくものっていうのはさまざまなものを取り入れていく必要があるんです。それがトップ社長の役割であり職務であるからですね。つまり社長の職務って何か一言で言うと決める人ですからね。決定する人、決定する人がトップの役割であり職務ですよね。じゃあその決定をするときに何を元にして、どんな考え方において 経営を、経営者がトップとして決定していくのかということなんです。つまりこの労働問題に対しても、労働者側がね、先ほどの写真であったように、様々なね、例えばボイコットとか、ストライキとか、お客様に迷惑をかけるようなことも厭わずね、やってきたときに、トップの社長がどういう考え方でそれに対して対応していくのかということが、まさに品性、 品性とはより良いものの考え方と行動が習慣となったものですから何か問題が起きた時に「ちょっと待て」と自分自身のね事故を反省する原因を追わずに前後を測るなんでこんなことが起きたんだ誰が始めたんだではなくてその問題が勃発したことを受け止めてそしてさらに良い会社にしていこうじゃないですかというようなそのね そのような動き、そのような行動を精神は全ての社員さんたちをね、より良い方向に何とか自分が導いていきたいという親心、ね、そういうものをね、持った上で進めていくっていうのが同型一体ですよね。それがここ前編に書いてあります。 629ページにはねこのように広池竹郎の言葉で書いてありますよ。老子双方の人々が各自に道徳的精神道徳って何でした一言で言うなら他者を疫しね、人を益し、喜ばすにはどうすることかを思う心が道徳の出発点、ね、そのことを維持して人間としての最善の行動をとることは ね、その人の幸福を増進する唯一の方法でもあるっていうことなんですだからその道徳心をベースとした道徳的精神を作ることからまず進めなくてはならないしそれはまず資本家側の人々から始めなければなりませぬと書いてあるじゃないですか。ね。そしてね今回ねこのここの文章なんですよ。あの この四角黄色の線をね引いているところは全てこの提唱者、広池竹郎の言葉ですですからねこの同桂一体経営言論を作成された先生方の説明文とそして広池竹郎の生の言葉をね聞かないか限り自分で読み解いていかない限り 先ほど言いました同系一体のね経営に対しての確信なんて永遠に得ることができませんよねましてやその順番はトップから経営者自らがっておっしゃってるわけですからこれは間違いないことですよね社長自らがこの同系一体にね確信を持たずして組織がね動くわけがないですよね最高道徳という言葉が書いてありますけど最高道徳って何でした 最高道徳って何でしたねこの「最高道徳」って何でしたという質問に対してなんとなく頭の中でね言葉には出せないけどなんとなくわかるというところまでまずはいかないとこの内容がね実践なんてねもう形だけで終わるのは当然ですよね。つまり心も行動も間違いのことを不道徳。ね道徳でいわ法律に触れるようなものが不道徳。 ね、形は良いことをしているように見えるけど心の中では違うことを考えてるってあるでしょ形ではゴミを拾ってるけどね心の中では「何で俺がこんなことせないかん」とかいなとかね形では挨拶をしているけれども心の中ではね別のことを考えて相手を憎んだり誹謗したりここ非道徳。形式だけが残ってるね「いらっしゃいませ」とは言ってるけど心の中ではただ形上ね 形が出てるだけで、それ、指導徳。ね。そしてそん、そういったものがね、そういうものが普通の道徳なんだということなんですよ。私たちはね、これを聞かれてる皆さんすべてがね、役職がどうであれ、社長であれ、部長であれ、常務であれ、取締役という名前がついていたにしろ、中小企業の経営者の、ね、トップに立つっていう、ねそ、そういう立場であったとしても、我々はね、本当に無知の知 何も知らない、ね、何も知らないっていうことをまず知らなくちゃいけないですよね。それと同時にね、道徳的に、ね、できている人間なんて正直この世の中にね、存在しないぐらいです。まあ唯一ということで言うならばね、私がお会いした中で最高道徳が実行できているって方はね、まあ現在の上皇陛下と上皇后陛下美智子様ぐらいでしょうね。 あのお二人は本当に最高道徳の実行をされているってもうお会いした時にもうお会いしたら分かりましたであるならばそれ以外はね最高道徳とか道徳をね本当にね実行一時的にしてもすぐに忘れそしてね形上やっても心の中では違うことを思いっていうのがみんな一緒なんだってだから毎日毎日こうやって学ぶ必要があるんだということですよねそれが前編この中に書いてあります 結局は、この道徳的、労働問題の道徳的解決というのは、このような同系一体経営言論に学び、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 学び学び、学び続けて、そして自分自身が、そうだって、この同系一体のね、経営こそが、自分自身が永続をしたい、そして社員さんたちと一緒に幸せなね、会社を作りたいと思ったときに、これしかないと確信をまずしないと。 確信をするって学ばない限り確信なんてできませんからね。そして広池竹郎というこの提唱者のことも学ばなくちゃいけませんよね。広池が主張する、ここにね、630ページ、広池が主張する解決法は様々に表現されていますけれども、と、道徳を重視して道徳を元にするという共通点が前編にありますよね。そしてそれは、社会的に上位者である、つまり社長、 ね、経営者がまず自らの品性を高め、そしてその次に従業員さんの人づくりを行うというのが順番ですよと。けれども社長もそうですし、従業員もそうでしょ。中小企業の従業員さんも含め、ね、そんなにすごい人間が集まるわけないでしょ。なぜならば、トップの経営者自身がそうだからですよね。もう本当にこれ反省ですよね。私もそうですよね。 40代50代にして社長町ちでやね20代とか30代で社長社長社長,社長なんていう風なねマジックにかかったらどうなりますか俺ってすごいよね結構できるよねなんていう勘違いが起きるのは当然です人間だからねだからこういうことを勉強していない行かない限りどうなるかって人間っていうのはね必ず勘違いするんですよねだからそんな従業員の人作りなんていうことは自分自らがまず自分作りできない そのまず第1番目はこのような勉強をねきちっとすることによって一流のね一流の経営学の教科書を手にしてそして自ら確信を得ることからが始まりですよねそして従業員の道徳心を向上させこれを人身開発そして共々に安心幸福の世界をね会社を作っていこうというふうにするものこれが順番なんだって書いてあるんですよただね広池竹郎がこう言ってるんです 緑の線引いてますけどね、私も本当にその通りだと思いましたね。およそ人間を育てるということは、ね、他人を尊敬するとか、愛するとか、もしくは犠牲的奉仕を成すとかいうようなね、単純な道徳心でできるようなものではないんだよと。七点抜刀しながら苦しみながら進んでいくことになるんだよ。そしてね、それに対して、 苦しいんではなくて楽しいと思うような境地を至らない限り経営でねこの同系一体の本当のねその道ってねあの作られていかないような気がしませんか結局自分が救われるということは全ての人間を育てる心と実行ができたということにもつながるわかりますよね自分自身が例えば積極的な自己反省 ね、もしくはこの同型一体に対する確信というの心が芽生えた瞬間にねその人はすでにこの同型一体を実行しようということがもしくはもっと言うならもうすでにその時に実行ができたっていうことでもあるって書いてあるんですよ。ここのね631ページのここからのね文章をぜひ読んでいただきたいんです。ね。 人を育てるという心ができれば慈悲姿勢恩和かつ円満なる心になるから真の幸福を受けるに至るんだよ。飛んだものつまりね経営者側が貧しい人を供述っていうのはこれは困っている人を助けることですよね。そういうことをする場合でも労働者を待遇する場合でも。 みんなほとんどの人が傲慢になってその下,の,下の人の社員たちの人格を無視して、ね、軽々しく、ね、扱うがゆえにたとえ物質的にこれを待遇したとしても下ののこれに服せぬのであります、ね、そしてこういった勉強をね全社的に行わないと下の者もまた傲慢になって、ね、その社会会社におけるっていうことですよ。高き階級にある、ね 経営側にある人々たちの人格なんていうことを考えもせず尊重もせずかつ上の者の行為も察せず何か考えがあるんじゃないのとかこれっぽっちとかその心をひがみて常に上の者の意思に反する反抗する傾向となるそれが人間なんですよということなんですねえ甚だしきは経営者が家族にも恨まれておる人がおるって書いてありますどうしてそうなるんでしょうね それはこの同型一体の中に書かれてるじゃないですか。経済だけをね重視しすぎてね、経済を否定することじゃなく重視しすぎて、偏りすぎて今度は家族とか社員の幸せに目もくれないようになってしまうのが人間なんだって。だからこの同型一体は本当にね、究極の中央中央の経営法であるかもしれませんよね。うん このね、そしてこの632ページから633ページ、ここには何が書いてあるかというとですね、道徳的解決法ですとね、同慶一体で主張する労働問題の解決法は道徳的解決法ですと。しかし実際はね、法律とか制度、あるいは妥協、痛み分けなどによる形式的な解決法が主流になっていると書いてます。いかがでしょう、皆さん。 会社の中でもね、何か問題がおぼっぽ発した時に社会保険労務士の先生とかね弁護士の先生とか読んだりして法律的に制度的にあるいは妥協して痛み分けでっていうふうにそういう形式的な解決になってるのが主流じゃありませんかねところがですよここに書いてあるのがそのような形式的解決であっていいんだよって書いてあるんですよまずは形式的解決法に対してそれを排除することはないつまりね 同型一体的にははそれね否定はしないなぜならばその場合その場合において会社の社長そして幹部みんながね必死で考えた必要より起こるたり生命ある方法としてやっているからだとだから決してこれを同型一体では否認いたしませぬって書いてありますここを覚えておかななくちゃいけないけですよねだからこの解決同型一体的な解決法がね大事なんですよって言って てる反面、今の会社のやり方っていうのを否定する必要はないからね。って書いてあるんです。否定する必要はないけれども、それで満足していたらダメですよ。って書いてあるね。だから様々なね。仕組みや様々な委員会とかを誕生させたりすること。それはそれでね。いいんですよと。と正しいって言うんですよ。老子 両階級、つまり経営者側も働いている側の人たちもその道徳心が実は甚だ低いから利己主義のほかね利己主義でやってしまうからその全ての活動対策等は不合理かつ不適当に陥るものが多くかえってその各自の幸福を減ずることが多いってこれどうでしょうねあのー、今形上やっているねいろいろなやり方っていうのの根本にあるのは 親心でもなく、慈悲心でもなく、三方よしでもなくね、本末傾聴し、ね、でもないから、だから、結局、自分中心な利己的なところの心が働いてるから、帰ってどうなるかというと、双方の幸福が減ずることが多いと書いてあります。ね全部ここに書いてあります。このようにして。ねこの、 今回のですねここの内容です。労働問題です。これね全部きちっと音読してみてください。もう30分以上は言うにかかりますよね。音読み音読をしてもおそらく内容が分からないと思います。ですからおおむねどういうことが書いてあるかということを私の講義でね読み取っていただいてあなるほどそんなことがここに書いてあるんだということを聞いた上で そして、経営者自らがこの文章にね、接して広池作ろうと対峙しなければ、ど、土系一体の経営の道なんてそんなの入れるわけないですよね。だけれどもですよ。だけれどもですよ。皆さん、それに確信を持ってね、自分はそこに進むんだという確信を持たないと、自分が妥協してね、あの、どこかのお店に書いてあったように、 夢は逃げない。逃げるのは自分って書いてありましたね。つまり同系一体は逃げない。逃げるのは経営者なんですよ。経営者自身がね、妥協してというよりね、俺には無理だとか、そんなの不可能だとか、それは空理空論だとか、理想論だというのは、結局は自分が同系一体から逃げようとしてるね、ことしかないんじゃないんでしょうかね。 経営者はは、ね、絶対逃げることはできませんよね孤独である孤独であるっていうけれどもそこに対して孤独っていうことは経営者のみならず全ての人に当てはまることじゃないでしょうか自分自身が信じるものを信じないで誰がじ誰が信じるんですか自分をっていう話でしょその自分が信じ,れ信じるに足るものとできるようにこの同型一体の言論を 読み進める必要があるんではないでしょう。ということで以上は今日で終わります。あ今日は以上で終わります。またお会いしましょう。